JR 東海東京駅、今日は光517号に乗車していきます。光517号は東京、品川、新横浜、三島、静岡、浜松、名古屋、京都、そして新大阪から岡山までの各駅山陽新幹線内を走ります。東京駅は新大阪から 515.4km 地点、 500km ほどを2時間30分ほどでのぞみ号は結んでしまいます。東京駅は東海道新幹線は3面6線、1時間にのぞみが12本発車する時期もあり、新幹線以外にも東京駅1日3000本の列車が出発している、そして到着しているというような感じです。そんな東京駅は昔の室町時代は墓場があったそうで、駅舎の工事の際に50体ほどの人骨が発掘されたということもあったらしい。新幹線のホームからはレンガ造りの洋風建築である丸の内駅舎を見ることができます。東京駅は1914年12月に開業し、駅舎はレンガ造りで有名建築家辰野金子さんによって作られました。昭和20年5月に起きた東京大空襲の際に破損し、また関東大震災なんかを得まして、2012年には現在の姿に復元がなされています。そんな東京駅を光517号は岡山へ向けて発車していきます。発車メロディーとともにホーム柵、続いて車内ドアが閉まります。東京出発は定刻15時3分発、東京駅18番線を出発です。この18番線、19番線のホームの新大阪寄りにはこちらのレリーフがあります。この人は第4代国鉄総裁の方で、そごう新次さんと言いますが、当時国鉄内でも反対の強かった新幹線計画に号を出した人でもあります。ですからこの方がいなければ今の新幹線の開業はもっと遅れていた、もしやなかったのかもしれません。列車はしばらく走りまして、有楽町付近で車内メロディーが鳴ります。この辺りのビルの奥には江戸城を垣間見ることができます。同時に東京国際フォーラムや日比谷公園も見えます。よく見れば国会議事堂や霞が関ビルなどの日本の中枢を司ります建築物がたくさん見えるはずです。ちょうど JR 新橋付近を通過します。お隣には山手線、京浜東北線、東海道線などが通っています。日本の鉄道史が始まったのがこの新橋駅です。1872年10月に日本最初の鉄道として開業しました。駅前に蒸気機関車が展示されているのもこの新橋駅の特徴です。車内からの映像はないですが、進行左側には汐留、汐サイドのビル群などが見ることができます。当時の新橋駅はこのビル群の場所にありました。新橋からはお台場までを結びます新交通システムゆりかもめが走っておりまして、眺望が大変良くなっております。新橋を出ると右側にはちらほらと東京タワーを見ることができます。今回はよく見えないですが、先ほど言いました新交通システムゆりかもめなどに乗るとこの東京タワーも綺麗に見えると、そういうことです。スカイツリーに高さは劣るものの、日本の観光地として大変人気を博しております。今度は浜松駅付近を通過します。浜松からは東京モノレールが出ていまして、羽田空港までかなり早く行くことができます。浜松には貿易センタービルもあります。まもなく右側の線路が上へずっと上がっていくことを見ることができます。この線路をたどっていくと大井車両基地というところにつながっておりまして、こちらは新幹線の車両基地、ここから列車の回送も見ることができます。右側を見てみると、まもなく品川に到着しますが、車両基地などが見えてきます。こちらは東京総合車両センター、多摩センターです。JR 東日本の車両基地なんですが、JR 西日本のサンライズ号などもやってきます。たくさんのクレーン車を見ることができますが、旧国鉄の貨物ヤードがあったこの辺りの16ヘクタールが最近売却されまして、高層ビルなどの建設が進んでおります。また実際にこの辺りの再開発が今現在行われておりまして、少し前に開業した高輪ゲートウェイという駅は、この再開発の価値を高めるための新駅というふうにもなっております。そして間もなく品川駅に到着です。東京駅から 6.8km、約6分ほどで到着します。新幹線の品川駅が開業したのは平成15年、2003年の10月で、開業時にはロボットが静岡まで乗車したという話も有名です。確かね、ソニー製だったはずですよ。
歴史上1972年に新橋東京間が鉄道最初の開業ということになっていますが、仮開業ということで1972年同じ年の6月、新橋駅開業が10月ですから、その4ヶ月前ということになります。その時に品川横浜間が仮開業していますので、日本最古の鉄道駅ということがこの品川駅になっています。当時は平屋建ての西洋建築だったそうですよ。そしてこの品川駅の面白いところは、所在地は品川区ではなく東京都港区という点です。これは有名な話なんですが、江戸時代東海道の宿場として栄えた品川宿は品川駅の南側にありまして、鉄道を建設する際にコブ状のこの出っ張っている部分にわざわざ新幹線を通すということができなかった、またはですね、この住民の反対が大きかったというのも言われております。京急線の路線図を見ると、品川駅の南側に北品川駅という駅がありまして、これは品川宿からしばらく離れているからこういう構造になっているという話です。これもまた面白いですね。この品川駅では京急線と JR 線の専用乗り換え改札口がありまして、羽田空港へのアクセスが良くなっております。さて品川駅で今回は13号車に乗車したんですが、団体利用、そうですね、今回は修学旅行中の撮影ということで誰も利用客はいません。先に言っておきますが、今回は東京から新大阪までの全区間、東海道新幹線の全区間をですね、デッキで過ごしたということですね。2面4線の上下2本ずつで同発着が可能な品川駅を定刻15時10分に発車していきます。品川駅を発車し、すぐに右側、京急線の八ツ山橋と交差します。そして全長275メートルの八ツ山トンネルを通過します。トンネル通過後、右奥に見える高台は御殿山と呼ばれる山です。葛飾北斎の富岳36景の舞台ともなった小さな山です。またこちら映像にはないですが、進行方向左手側には JR 東日本東京総合車両センターがあります。そしてこの湘南新宿ラインには山手線の通る大崎駅というのを見ることができます。大崎駅といえば東京臨海高速鉄道臨海線、この英語アナウンス僕とっても大好きです。しばらくすると東急大井町線と交差します。下に見えるのは横須賀線、そして湘南新宿ラインの線路です。ここは西大井駅、この先しばらく並走していくことになります。馬込地区を通過し、東急池上線と交差します。その後今度は東急多摩川線と交差、その名の通り多摩川に沿って走る東急の路線となっております。そして見えてくるのが東京湾へと注ぐ多摩川です。こちらは東京都と神奈川県の境、県境になっておりまして、ここから神奈川県に突入ということです。この多摩川橋梁は全長407メートル、これからさらに大きな橋などが増えてきます。この辺りからは見えないですが、横浜方面まで東急東横線と並走するように通ります。大きく左カーブが来れば、まもなく南部線との交差ということになります。この辺は地価が高い金持ちの町である武蔵小杉周辺です。金持ちがたくさん住んでいるこの高層マンションが立ち並びます。ここからトンネルを通過します。全長135メートル矢上トンネル、続けて全長487メートルの日吉トンネルです。そして鶴見川を渡ります。川を渡ると大倉山トンネルを通過します。トンネル言い過ぎですが、最近は綱島から新横浜にかけて東急相鉄直通線の話が話題ですよね。まあ、そんな横浜の方に行く路線もあるんですが、この新横浜 JR 東海道線の通らない新横浜のアクセスが、もしかしたらこの相鉄直通によって良くなるかもしれません。大倉山を出ればもう新横浜駅に到着します。この辺りが菊名周辺、下を通るのは東急東横線です。東横線は横浜みなとみらい方面へ向かいますので、この新横浜には止まらないということで、そのまま横浜へ行くということになっております。横浜へはですね、新横浜でブルーラインにお乗り換えがおすすめということです。新横浜駅に到着です。東京駅から 25.5km、 17分ほどで到着しました。新大阪までは 489km と、まもなく 500km を切りました。新横浜には地下鉄ブルーラインや横浜線、そして新しく開業する相鉄東急直通線の線路などもあります。地下鉄に乗り換えることで横浜市中心部へと早く確実に行くことができます。2面4線の品川と同じ構造。以前新横浜駅でですね、ドクターイエローというのを見た時はですね、すごいびっくりして、うわーすげーというふうに思った記憶もあります。
扉が閉まりまして、定刻15時21分にこの新横浜駅を発車します。シューマイ弁当食べたいなぁというような横浜でした。もちろん東京駅なんかに崎陽軒の、シューマイ弁当というのも売っているんですがね、本当に美味しいですよ。新横浜を出ると先ほどとは比べ物にならないほどの速度を出していきます。左方向斜めに伸びる道路は新横浜通り、たどると、横浜駅方面へ行くことができます。しばらくすると左側には JR 相鉄の羽沢横浜国大駅と JR 貨物の横浜羽沢駅があります。こちらの羽沢横浜駅のこの JR 貨物の場所、いろいろとですね、公衆輸送の、お泊まりというのも行われております。そのまま横浜市をずっと疾走していきまして、西へ向かっていきます。この辺りは相鉄本線と同じような場所を走ります。しばらくすると綾瀬という場所に入ります。俗に言う相模原の地区です。西へ行くとそろそろ渡るのが JR 相模線と、さらに相模川という川です。相模川橋梁は全長667メートル。相模川を渡ってしばらくすると進行方向右側に大山という山が見えてきます。標高は1251メートル。この辺りが関東平野の西の端というふうにも言われます。鳥取県の大山とは全くの関係のない山です。右側の山の斜面にカラフルな家が見えてきます。これが見えたならば、まもなくトンネルをたくさん通過するということで景色が悪くなります。このカラフルな家は昔に東急電鉄、東急グループが開発しまして、現在は東急不動産かな、新幹線からの眺望を狙って作ったというふうに言われているような場所になっております。その名の通り新幹線から乗っていてよく見えますよね。せっかくなのでトンネルたちをサクッと解説していきましょう。最初に突入したのは全長471メートルの井手縄トンネル。その後集落を挟んで第1生沢トンネル139メートル、第2生沢トンネル95メートル、そして小原トンネル340メートルが続きます。そろそろトンネルの間から海が見えてくる頃かと思います。左側に移動してみましょう。この間に第1根がらみトンネル、第2根がらみトンネル、第3根がらみトンネルの3つを通過します。ちょうど入ったのが狩宿トンネル、全長は507メートルです。天気は良くないですが若干海を見ることができます。すぐに海戸トンネル、全長115メートルに入ります。トンネルを出るとどうでしょうか。天気が悪いので残念ですが、一応太平洋を見ることができます。これが概要です。在来線ならもう少し海に近いところを走るのでですね、皆さんも JR 東海道線なんかに乗ってみるのもおすすめです。天神山トンネルというのに入ります。全長は219メートル。それを抜けるとまたすぐにトンネル、こちらのトンネルは 1.3 キロメートルにも及ぶ弁天山トンネルです。トンネルを抜けると神津の町に出ます。 JR 御殿場線と交差することになります。この JR 御殿場線は昔は JR の、東海道本線ということになっておりまして、比較的山の急斜面より穏やかな場所を通る、そして熱海を通りませんが穏やかなところを通るので、昔よく使われていたんですが、現在はトンネルの掘削技術などが向上し、現在熱海を経由するのが東海道本線ということになっております。しばらくすると JR 東海道本線と、並走していきます。でこの今渡っているのが酒和川という川でして、この422メートルの川、橋がかかります。この辺りはもう小田原周辺です。まもなく通過するところでしょうか。小田原駅はこの列車は通過することになります。 JR 線の他に小田急小田原線や伊豆箱根鉄道、大雄山線ですね、などがあります。東京から 76.7km、 だいたい30分ほどで着くことができます。小田原駅で先行の小玉号を追い抜くことになりました。小田原駅通過後、トンネルに入る直前に左側、小田原城が見えると思います。実は今回はあまり見えなかったんですが、昔はマンションがなく、とても見やすかったです。そしてすぐ入るトンネルは、尾峰トンネルというトンネルです。全長は772メートル。今渡ったのが早川という川です。JR 東海道線にも早川駅というのがあります。ちょうどこの早川駅がちょうど東海道線の車両を見ることができますね。この辺りだと在来線だと大変景色が良くなります。しかし速度は遅くなってきますね。早川を渡ったらすぐにトンネルです。こちらは全長130メートル、石垣山トンネル。そして再び入ったのは全長1195メートルの不動産トンネルです。この辺りから長いトンネルが増えてきます。どうか視聴者の皆さんがですね、飽きないようにしてくれるといいですが、不動産トンネルを抜けまして、一瞬の絶景を見ることができます。しかしすぐに石橋山トンネルというトンネルに入ります。石橋山は古戦場でも知られる石橋山を、貫いていきます。
全長は864メートル。この石橋山で源頼朝は平家方に敗れまして、阿波現在の房総半島方面へ逃れたという話もあります。トンネルを抜け約2秒で次のこめかみトンネルに入ります。全長は149メートル。さらに通過するのはですね、片浦トンネルというトンネルです。こちらは全長 1.2km、 1200メートルあります。 JR 東海道線でいうと根府川駅のあたりです。一瞬トンネルを出て在来線の橋を眺めながら長い長いトンネルに入ります。初の 5000m 級のトンネルである南郷山トンネルです。全長は 5170m ぐらいあるそうです。長いトンネルを抜けると間がまた長いトンネルです。今日何回トンネルと言いましたか？忘れましたね。今日何回トンネルって言ったでしょう。今通過しているのは全長 1415m の白堀トンネルです。白堀トンネルを抜けるとこの辺りが湯河原温泉のある場所です。次のトンネルで神奈川県を脱出し静岡県へ入ります。泉越トンネルです。全長は 3193m。 熱海駅は大きなカーブになっていますが、この列車も速度制限のため大きく減速してきます。泉越トンネルを通過後大きく海が見えてきますね。そしてこちらが第一熱海トンネル、 600m あります。ここを通過してその第一熱海トンネルを抜けると熱海駅に到着します。といってもこの列車は熱海駅を通過します。在来線では JR 東海と JR 東日本の境界駅ということにもなっていまして、他に伊豆急下田方面への JR 伊東線もあります。熱海駅を通過後第二熱海トンネルを通過します。全長は332メートル。ここからトンネルの最大の主役の登場です。今通過しているのが、東海道本線、東海道新幹線最長のトンネルである新丹那トンネルです。新丹那トンネルぐらいは皆さん知っているでしょうか。全長驚異の7959メートル、約8キロあります。このトンネルの一部は戦前から掘られていたというのですから驚きですよね。昭和17年3月から掘り始めたこのトンネルは、当初は弾丸列車計画というものがありまして、その計画のものなんですが、現在は新幹線のトンネルとして今日に至るということです。またこの辺のあたりの地域にですね、新幹線というのが地名になっている場所もあるそうです。では先ほど通過した熱海駅について新丹那トンネルの間で話していきましょう。7キロぐらいあるんですが、十分話せる距離だと思います。熱海駅は山に囲まれた非常に鉄道が敷きにくい立地でした。そのため現在の御殿場線から分岐する終着駅として1925年に今の熱海駅が開業、1934年には温泉地ということでですね、トンネル工事そして技術の向上なども進みまして、東海道本線として中間駅になります。現在では JR 伊東線、東海道線と新幹線が乗り入れています。その熱海駅の近くには熱海城や美しい海、そして温泉が広がり、観光客で賑わう場所、そういうことになっております。新幹線は2面2線でカーブの区間のため、約時速を 200km 毎時ほどで通過するのも特徴です。他に東急での営業運転を退いた東急8500系が走るような伊東線、伊豆急行線もですね、この東域に乗り入れているということになります。そして新丹那トンネルを出てしばらくすると三島駅に到着です。三島、静岡、浜松の3駅に停車していきまして、それ以外はのぞみの停車駅と一緒です。東京駅から 111.3km、 約40分で三島駅に到着です。先ほどの新丹那トンネルによって新幹線のこのスピードは支えられておりまして、熱海駅よりも山間部の広い、三島というのは旧東海道線としてあった御殿場線の乗り換えがあります。三島駅は15時46分の発車です。
席が発車いたします。ご利用のお客様は左右スイートドアに分かれてご乗車ください。そしてこの大きな山の後ろにそびえる日本最高峰、標高3776メートルを誇ります静岡、山梨、両県にまたがり、日本の信仰対象でもある霊峰富士山が見えます。日本最高峰の富士山は標高3776メートルで、2番目に高い北岳とは700メートル近くの差をつけてトップの座についております。富士山、通称鶴ヶ峰の山の恵みにより、この水というのがたくさんありまして、新幹線は多くの川を渡ることになります。ちょうど新富士駅を通過してすぐに一級河川の富士川という川を渡ります。やはりこの雄大な景色は皆車窓に見とれてしまうような、この素晴らしい山富士川橋梁は全長1373メートルを誇ります。日本一の大きな富士山にかなり大きな富士川という川、こんな静岡県の恵みはこの富士山だけにとどまりません。富士川を渡ってすぐに列車はトンネルに入ります。このトンネルは全長4934メートル、籠原トンネルです。その後、由比トンネル全長3993メートル、神津トンネルでしょうか、全長2024メートルを得て、列車は静岡市中心部へ入ります。この辺りのトンネルの名前は読み仮名があんまりわからないので適当に言ってますが、間違っていたらごめんなさい。走っていると進行左側に日本平というのを見ることができます。山頂までは約 4km あり、この近くに草薙駅という駅があります。大和武尊命が持っていた草薙の剣というのにちなんでおります。この地で襲われたことがありまして、この襲われた時にこの宝の剣、宝剣で草を薙ぎ払い、そして難を逃れたという話でこの地名がついたと言われています。 JR 草薙駅です。まもなく静岡ですという到着アナウンスが流れました。右側に東海道本線、静岡鉄道と並走し、この駅の北側すぐに駿府城がありまして、ここから見ることはさすがにちょっと厳しいかなという距離。そんな静岡駅に16時2分の到着です。発車までしばらく時間があるので見てみましょう。というふうに見てみると、前の方12号車あたりですごいたくさんの人がいますね。何かの団体旅行かもしれません。逆にこっち側はすっからかんです。今日の他車両は JR 東海の N700系A 型、新たに新造されたタイプの大きな A と書かれた N700系ということになっております。ここで後から来るのぞみ号に抜かれていきます。静岡駅は2面4線の内側が通過用となっている新幹線によくありがちなホーム。静岡駅でのぞみを1本見送りまして、16時7分に静岡駅発車です。静岡を出ると浜松、名古屋、京都、新大阪と止まっていきます。右側に211系を眺めながら静岡駅を発車しました。そして貨物列車を追い抜くように全長595メートルの安倍川橋梁を通過していきます。安倍川は一級河川で静岡県と山梨県の県境から流れています。また安倍川餅でも有名で、長時間置いても固くならないあの餅は静岡のお土産として高く人気がありまして、僕も大変美味しいビビビビと言っているような美味しい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 お餅です。ちょうど日本坂トンネルを通過します。全長2173メートルです。このトンネルを抜けると八重洲市に入ります。トンネルを出てすぐ瀬戸川という川などを渡りまして、渡る川は大井川です。大井川には大井川鉄道なんていう名前の路線もありますが、南アルプスの南部、そして静岡、長野、山梨各県を源流とし、赤石山脈、白根山脈を南下し、この辺りで駿河湾に注ぐ川となっております。右側に東海道本線が見えたならば、まもなく掛川駅を通過します。掛川は東京から 211km ほどの距離、だいたい東海道新幹線の半分ほどを走ったことになります。静岡県は長さの割には見るものが少ないんですよね。こんなこと言ったら静岡県民に怒られますが、まあということで日が落ちてきまして、見るものがほとんど減っていくことになります。ちょうど通過していくのは天竜川という川です。
橋の全長は901メートルで、この川に沿って遠州鉄道などが走っています。また天竜という名前を使った天竜浜名湖鉄道というのも走っておりますね。天竜川を通過すれば浜松に到着します。浜松の町は昔軍需物資の生産拠点があったということもありまして、終戦直前までたくさんの空襲があった地域でもあります。そして16時27分浜松駅に入線です。まだ発車まで時間があるので見てみましょう。光517号岡山駅、この浜松を出ると名古屋に泊まるというふうに記されております。またまた団体客がたくさんですよね。なんかの社員旅行かなんかやってるんでしょうか。16時31分定刻で浜松駅を発車します。浜松を出てしばらく右側には JR 貨物の西浜松駅があります。東海道を走行する列車の、貨物列車の休憩所というふうにもなっておりまして、そして左側に移りますとこちらにも線路が広がっております。まもなく静岡最大の見どころである静岡最大の見どころは富士山でした。その次に有名な浜名湖という観光地が見えてきます。東から順に第1浜名橋梁、第2浜名橋梁、第3浜名橋梁というふうになっておりまして、左側は太平洋、そしてですね右側を見てみると浜名湖が見えます。この浜名湖は琵琶湖が1位と言いますが、こちら日本で10番目の大きさを誇ります。うなぎの養殖で大変有名ですよね。ですからこの辺ではうなぎのかば焼きよく食べれますよね。もちろん名古屋の名産であるひつまぶしなどもここで作っているのでしょうか。少し町に出れば間もなく豊橋駅を通過します。先ほどの浜名湖を出ると愛知県に入りまして、豊橋はもう愛知県の地名、長い長い静岡が終了です。動画の尺としては短いと思いますが、かなり退屈になる区間でしたので編集している時もしんどかったです。今渡ったのが豊川という川になります。豊橋というのと豊川というのは非常に似ていますが、豊橋市と別に豊川市というのもあります。2つ目の橋も豊川という川です。こちらは豊川放水路橋梁というふうな名前になっているそうですね。奥に見える観覧車はラグーナ蒲郡観覧車です。そしてトンネルに入り抜けると愛知県蒲郡市に入っていきます。しばらくすると矢作川という川が見えてきます。この川の右岸700メートルほど、こちら推定1000年の大クス、クスノキがあります。2本ありましてですね、市の天然記念物に指定されているそうです。本当に大きいですよね。遠くから見たからあんまりわからないですが、近くで見たらもっと大きいはずです。そうそう、全く速度を見ていませんでしたが、こちら東海道新幹線の最高速である 285km/h 手前のあたりの速度で走っております。もう完全に日が落ちてきていますね。そんな間に三河安城駅を通過します。東京から 312.8km ほどの場所で反対ホームに小玉号が止まっていました。今またいだのは東海道線ということになります。左側を見ると大高のイオンが見えてきます。このイオンには近くに大高城という城もあるんですが、今回はどこかちょっとわからなかったですね。イオンを過ぎてすぐだそうです。よくこのイオンにですね、小学時代のところ遊びに来た思い出がありまして、車社会ですから車止めるのもイオンって大変なんですよね。車止めるのに30分1時間かかる、そんな名古屋の世界でございます。今通過していくのが大高駅です。ここから少しの間東海道線と並走していきます。ここから名古屋市中心部へ入っていきます。ちょうど放送が鳴りましたね。速度を落として金山のあたりに来ました。名鉄線、そして JR 中央線、東海道線などがありまして、タンク貨車も走っております。ちょうど渡ったのは中川運河と呼ばれる運河です。これで名古屋城のお堀までつながっているということなんで、ここから行けるんでしょうかね。右側の名鉄と一緒に、通ることになります。名鉄名古屋駅は地下駅ということなので、ここで名鉄の車両は潜っていきまして、新幹線はそのまままっすぐ行きます。名古屋のセントラルタワーを眺めて名古屋駅に入線です。名古屋駅できしめんやひつまぶしなどが食べたくなってきますが、ぐっと我慢します。まだまだ新大阪まで頑張れ自分。
定刻17時3分に名古屋駅を発車します。昔は名古屋に住んでいたというのもありまして、少し懐かしい気分にもなりましたが、そろそろ外の景色が見えづらくなってくる時間帯です。名古屋を出ると右側に名古屋城が見えるんですが、今日はカメラワークが大変悪いので、見ることができませんでした。そしてここからしばらくは JR 東海道本線と名鉄名古屋線と並走することになります。すると庄内川という川を通過していきます。左側を見てみると少し西の空が明るいですね。そしてまたまた右側を見てみましょう。キリンビールの工場が見えてきたらもうそろそろです。さあこちらです。そうすると大きくそびえ立つ城が見えてきます。こちらの城は多分東海道新幹線一番近い城なんじゃないかな。こちらは清洲城です。3層5階建てのお城なんですが、今あるのは復元天守で、車窓の左右には関連する公園や銅像を見ることができます。ちょうどこの辺りからは愛知県稲沢市に入ります。わかりづらいですがニトリの横に、商業施設のアピタなどもあります。名神高速道路が見えてきたら間もなく木曽川を渡ります。橋の全長は1001メートル。木曽川の水源は長野県にありまして、そこから三重へ行き伊勢湾岸へ注ぎます。流路は 227km。 昔は洪水が起こりやすく、愛知側に高い堤防を築いたこともありまして、こちら岐阜県側によく溢れ出したという話も有名です。そして列車は岐阜県に入りました。川を渡ってしばらくすると岐阜羽島駅を通過します。この駅はこの先の豪雪地帯である関ヶ原に備えて列車を止め置けるように線路が多く設置してあります。岐阜羽島を通過後すぐに長良川を渡ります。ここから先の 16km 先には、岐阜城がありますが、ここから探すのはとても難しいです。長良川を通過後見えるのはパナソニックのモニュメントです。このモニュメントを過ぎたならば今度は揖斐川という川を渡ります。愛知岐阜に渡り木曽川長良川揖斐川の大きな3つの川を渡りまして、この川の、この辺りすごく洪水が起きやすかったということです。ちょうどこの先が大垣市の市街地です。この大垣を通り過ぎるといよいよ山間部に突入していきます。トンネルをいくつか通過しまして伊吹山が見えてきます。伊吹山は滋賀県と岐阜県の県境に位置しまして、伊吹山地の最高峰の山ということになっております。標高は1377メートル。この伊吹山実は日本一の積雪量の記録も持っています。この北海道やまた東北のねすごい山深いところとかではなく、この滋賀県岐阜県の間の本州の真ん中ら辺の伊吹山の観測で11メートル82センチの積雪を誇っているということです。また日本だけでなくこの積雪量は世界の積雪量の山岳観測記録の中でも第1位というふうになっておりまして、1927年2月14日に観測されたそうです。またこの辺りはよく大雪に見舞われて、新幹線の遅延の半分近くはこの積雪の影響じゃないかというぐらいに雪が降る場所なんですが、冬以外は全く豪雪地帯を感じさせないものもまた面白いですよね。まもなく米原駅を通過します。新大阪まではあと100キロほど。この辺りからだいぶ奥の方に琵琶湖が見始めていきます。そしてここで一旦東海道本線とは分かれていきます。列車は彦根の近くをかすめております。旧中山道に沿いまして京都方面へ走ることになります。この奥には彦根城などがありまして、きっと城主の彦根はもこっちを見て、あー鉄栗だとかって思ってるでしょう。今渡っていくのは愛知川という川です。愛知という名前ですが、こちらは滋賀県。この先琵琶湖に注いでいます。琵琶湖が県の面積の6分の1を占める滋賀県ですが、瀬田川という川以外は全て湖に注ぐ川というふうになっておりまして、瀬田川のみが琵琶湖から大阪湾へ流れる川ということになっております。あたりが暗くなりまして通過するのは安川です。橋の全長は748メートル。先ほども言ったようにこの川も琵琶湖に注ぐ川というふうになっております。ちょうど今草津市から大津市という都市に入ったところです。大津市は滋賀県の県庁所在地。あ、噛んじゃったな。ここは捕虜大津一里山店で新幹線テラスなるものがありまして、僕も昔何度か行ったことがあります。非常によく眺望が見えますよ。まもなく瀬田川を渡ります。ここは滋賀県大津市。この瀬田川が宇治川になり、そして淀川になります。そして大阪湾に流れてます。この琵琶湖は水がめというのは大阪の区域の全ての水道水というふうに言われますが、そう言われるゆえんはここにあります。
まもなく県境に入ります。全長5045メートルの音羽山トンネルです。このトンネルで滋賀県から京都府へと移動します。そしてトンネルを出れば京都府、京都市、山科区。京都は盆地というふうに言われますが、東西南北山に囲まれていまして、冬は寒く、また夏は暑い気候というふうになっております。山科付近なんですが、放送が流れているようになりました。まもなく入るトンネルは東山トンネルです。全長は2094メートル。京都府の中心部へはトンネルを2つもくぐらなければいけません。トンネルを出るとすぐに京都駅に到着です。向かい側には東海道本線があり、ちょうど桂川という川を渡ります。この桂川は上流へ行くと保津川になりまして、保津川下りで有名な嵐山の観光地へと続いています。そして京都到着前には右手側に京都タワーが見えてきます。東京から 476.3km、 17時37分に JR 京都駅に到着です。在来線は JR 西日本、新幹線が JR 東海の所有というふうになっております。あたりは真っ暗、京都駅に到着です。本来臨時ののぞみ号が走るときには退避ということになるんですが、今回は時間が調整されるだけだというふうになっております。東京方面のホームにはのぞみ号が止まっています。本日は平日ということもあり、人は大変少ないですね。17時43分定刻で光517号は京都駅を発車していきます。今向いている北側が烏丸口、南側このホームの近くは八丈口というふうになっております。以前京都駅でのぞみ12本ダイヤについて特集した動画も出したので、こちらもぜひご覧ください。この辺りは京都貨物ターミナルと奥に京都鉄道博物館、そして梅小路機関車館などがあります。大変暗くてわからないのは申し訳ないんですが、この京都貨物の辺りが向こう町には大規模な車両所などがありまして、まさに圧巻の絶景ということになっております。鉄オタには大興奮でございます。本当に真っ暗なんですが、この辺りは大山崎付近です。阪急電車と並走しておりまして、時速120キロで走る阪急電車を時速285キロで追い抜く様子を見ることもできます。さて、まもなく動画もあと5分ないくらいだと思っております。茨城市のあたりを走りまして、まもなく見えるのは東海道、山陽、九州新幹線の車両が寝泊まりする大阪の鳥海車両基地です。暗い中目を凝らしてみると多数の車両が止まっていることがわかると思います。この車両基地は今ちょうど見える大阪モノレールからもきれいに見ることができます。この車両基地が見えてきたら間もなく新大阪駅です。光号で東京から約3時間デッキで立ち続けて撮影していきました。今回は東京から新幹線の車窓をいろいろと解説してきましたが、この動画を見て次に乗車した時にですね、皆さんが沿線についてちょっと威張れるようになってもらえたら幸いでございます。東海道山陽新幹線の境界駅である新大阪駅に到着です。東京駅から 515.4km、 約3時間かけてやってきました。新大阪には定刻17時57分の到着です。新大阪で降りるのかという話なんですが、今回は西明石駅まで乗りましたので、新大阪を発車するところで動画を終わろうと思います。新大阪駅は17時59分の発車、奥の列車の入線とともに発車していきます。新大阪を出てすぐ左側に見えるのは宮原操車場です。12系客車や在来線の各車両、トワイライトエクスプレス、水風などが停車しています。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号ということで、ご視聴ありがとうございました。本日は東海道新幹線東京から新大阪までデッキで撮影してきたんですが、修学旅行の帰りにですね、3時間デッキで過ごす変態を、静かに見守ってくれた先生方、そして旅行会社の方、同級生に感謝を申し上げます。ご視聴ありがとうございました。